48年ぶりに自力でパリ五輪出場権を獲得したバスケ日本代表。その原動力となった河村祐希選手、22、と、オーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズに出演中のアイドル練習生、中森美琴、22の熱愛を報じたのは23年10月のこと。二人は河村のタワーマンションで同棲生活を送っていた。 23年10月30日に配信した記事をもとに詳細を振り返る記事中の年齢、肩書きは掲載時のものです。画像、すごい、河村勇気と同棲するアイドル練習生が可愛すぎる。リアル、スラムダンク、かよ、バスケファンがそう湧き立った、フィババスケットボールワールドカップ2023。日本代表はアジア1位の成績を収め、 48年ぶりに自力でパリ五輪出場権を獲得した。異業達成から1ヶ月。23年10月初旬の夜風が肌寒い夜9時頃、一台の SUV が横浜市街を走り抜けた。慣れた手つきで車を運転していたのは、五輪進出の盾役者で、チーム最年少の河村祐樹選手。22、だ。身長172センチメートルと小柄で、 ポジションはチームの司令塔となるポイントガードです。日本が W 杯に沸いたのは、快挙を成し遂げたことはもちろん、彼が昨年末映画化され、話題となった漫画、スラムダンクの中でしか見られないようなプレーをやってのけたからでしょう。各選手をアシストし、得点のチャンスを喪失。時には強烈な高速ドライブで相手の懐、懐に切り込み、 一進一退だった試合の流れを変えました。スポーツ指揮者 W 杯後は所属チームの横浜 B コルセアーズに戻り、シーズン開幕2試合目には一人で30得点し、チームを勝利に導いている。ストイックで淡々とバスケに打ち込む河村。その安定したメンタルの秘密を本誌は密かに目撃していた。先ほどの場面に戻ろう。河村の運転する車は、 とあるタワーマンンションの前街灯の明かりに川村の車が照らされると、助手席にはピンク色の服を着た色白な美女がちょこんと座っている。川村が駐車場へ車を止めると、女性は先に車を降りて足早に近くのスーパーへ入っていった。川村には現在、交際中の女性がいるんです。相手は、もともと一卵性の美人双子 YouTuber として活動していた中森美琴さん。 21です。河村とは同い年で、今は、上腕や IN、INI などを輩出した人気番組のシーズン3、プロデュース101ジャパンザガールズというオーディション番組に練習生として参加しています。河村の知人、秋の味覚を買い込んで、彼女はすでに買うものを決めていたようで、10分ほどでスーパーを後にすると、河村が待つマンションへ向かった。手に持ったビニール袋には、 色鮮やかな秋酒と梨が入っていた。中森は料理が得意だって言ってましたね。河村くんと中森は福岡にある高校の同級生で、在学中から交際していました。中森は芸能コースにいて学校でも目立つ存在。河村くんは別校舎のクラスで、当時丸刈りだったにもかかわらず、かなりモテていました。卒業後に河村くんが大学進学で関東へ行くと、 中森も上京して芸能事務所に所属。今は近くで別々の家に住んでいますが、河村は中森に合鍵も渡していて、半同性状態のようです。中森の知人、この日はお泊りデートを楽しんだ二人。翌日の夜7時過ぎ、河村がチームの練習へ出かけた後、中森と思われる女性は別の服に着替えてタワマンの外へ。河村が練習から戻る少し前にスーパーへ行き、 前日と同じように酒と梨を買っていた。彼の体を気遣ってか、秋の味覚を選んでいた中森との交際について確かめるべく、本市は河村を直撃。河村は自宅付近の駐車場で取材に応じた。こんにちは、フライデーです。先日、女性と帰宅されたのを拝見したのですが、一緒にいらしたのは中森美ことさんでしょうか。プライベートのことなんで申し訳ないです。 すみません、中森さんとお付き合いされていますかプライベートのことですし、ちょっと急いでまして、そう言うと、見事な足さばきで汽車を交わし、自宅マンションへ入っていった。後日、川村のマネジメント会社に交際の事実確認を行うと、次の回答を終えた。高校時代から川村と中森さんが交際していること、当該の日に2人が会っていたのは事実です。川村からは、 高校生の時から長く大切な存在で、お互い夢に向かって進んでいる中で良いお付き合いをさせていただいています。と聞いています。直撃の際、河村が彼女との交際を認めなかったのは、視聴者の投票で結果が決まるオーディション番組に参加中の中森を気遣ってのことだろうか。日本一のポイントガードは、恋愛でも華麗なアシストをしてみせたのだった。 オーディション番組脱落でたくさん迷惑かけた本市報道直後バスケ日本代表の富永恵生選手22が出会った頃から話してたけど高校から今もっていうのがお前らしいわとずっと思ったわと XQ ツイッターに投稿現在は削除したことでバスケファンの間でも二人の交際は確定的なものになったしかし この投稿は中森にとって決してプラスとはならなかったようで、23年11月23日、彼女が出演しているオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズの第8話が配信され、中森が脱落。番組終了後、X を更新し、たくさんご迷惑かけてしまって後悔することもいっぱいあったけど、私は歌って踊って表現することが大好きなので、最後まで諦めたくなかったです。 と思いいを伝えていたアイドルのオーディション番組ですから同性報道が影響したのは間違いないでしょう。しかも同オーディションの先輩グループが恋愛禁止と言われていたわけですから当然といえば当然の結果だったといえます。アイドル誌編集者日本一のポイントガードであってもアイドルオーディションのアシストはうまくいかなかったようだ。フライデーデジタル